畜生、佐藤のバカ。まあ、多分そうだろうとは思ったんだけどね。で、さとこも一緒に虐待なんかありません、助けなんか必要ありませんって答えたわけか。うん、さとこはさとしがいなくなったのは自分に耐える力がなくて兄に甘えすぎたせいだとずっと後悔していた。だから誰の助けも借りずに耐え忍ぶことが1年前の自分への罪滅ぼしになるなんて思ってるってのか。クソバカが。保護司の人の所見では少なくともさとこに目立つ外傷は見当たらなかったから緊急性の高い虐待を受けているようには見えなかったって。聞き取りの結果移植は与えられてるようだし寝る場所もあったし。そんなのは当たり前じゃねえか。移植も寝る場所もなくならないと虐待とは呼ばれないってのかよ。まあそういうことらしいね。そういうケースではそもそも面会も拒否されるらしいから面会できた時点で相談所は緊急性がないと判断したみたい。シオンのやつがっくり来てただろう。うん、サトコがサトシに義理立てして助けを求めないようにシオンもサトシに義理立てしてサトコを救おうと躍起になっているとこがあるから短期を起こそうって気はとりあえずなくなったみたいだけどがっくりしてるよ。今この場で愚痴っても仕方ねえが、サトシは本当にどこに行っちまったんだよ。妹の危機だってのにどこに行っちまったんだ。わからないとしか言えないよ。そうだな、すまん。サトシが帰ってきてくれればサトシが解決してくれるだろうなんて、それこそシオンの言う通り他力本願の極みだぜ。誰かが助けに来てくれるのを期待するんじゃない、助けるんだ、俺たちが。そうだね、私たちにできる努力をしないといけないよ。しかし園崎家もさすがだな。今日訪問したばかりの保護司の見解をその場にはもうキャッチしてるってんだからさ、児童相談所の中にスパイがいるとしか思えないな。まあまあそこは国家機密ということで。ってことはその人は児童相談所の内部もしくは相当詳しい人なんだろ。情報をくれた人は今回の件どうするのがベストだとか助言はくれなかったか。熱くならずにしばらく様子を見てみようって言われちゃったよ。なんだよそりゃ。ミオ、お前サトコがどういう状況か話したんだろ。叔父に監禁されていじめられてて学校にも通わせてもらえないのがどうして様子見なんだよ。ケイちゃん、これは私が言ったんじゃないからね。その人が私に言ったことをそのまま言うんだから誤解しないでね。さ、確かにさとこが今日登校しなかったのは事実だけど、でも一日だよ。一週間や一ヶ月と言うならともかく、一日じゃ本当に風邪の可能性も否めないよ。でも虐待されてるんだぞ。さとこの体や心に消せない傷が残るまで放置しろってのかよ。待ってケイちゃん、そこなんだよ。私たちは去年のサトコがどういう状況にあったかよく知ってるから危機感を持ってるけど、実際昨日今日でサトコは何の虐待も受けていない。客観的に見て現時点でサトコが虐待を受けているとはとても言えないんだよ。確かに殴られて青あざがあるとかそういうのはまだないかもしれないけど、時間の問題だろう。それにリカちゃんと二人で暮らしてるのも無理に家に連れ戻したのだって虐待とは言えないのかよ。それは昨日私たちで話した時に出た通りだよ。親権者が子供を保護すること自体は自然だからさ、客観的に見て
サトコが虐待を受けているとは言えないんだよ。虐待が起こる前に食い止めなきゃしょうがねえじゃねえかよ。で、ミオンに怒鳴ることじゃねえな。すまんすまん。私も去年のサトコがどういう仕打ちを受けていたかよく説明したんだけど、去年の通報も様子見で解決してるわけだしね。去年の虐待を解決したのは4年目のたたりだろ。別に相談所が解決したわけじゃねえけどな。でもとにかく去年の件を含めても相談所はそのくらいの危機感しか持ってないってこと。私たちと相談所の温度差がどうも敵みたいなんだよ。わかった。とにかく最初の手は打ったもんな。次の手はすぐに考えようぜ。明日は全員で会議しよう。俺たちは最強の部活メンバーだぞ。今までもっと条件の悪い戦いを遊びのようにくぐってきたさ。俺たちは絶対に佐藤を救い出す。じゃあ、私はこれからリカちゃんに電話するよ。ケイちゃんはレナに電話してくれないかな。おう、わかったぜ。レナか。今日のあいつ、シオンと堂々やり合ってたな。それに、いいことも言ってたぜ。土壇場で骨のあるやつだよな。うん。レナは昔からここ一番では絶対に曲げないんだよ。でも、いいことならケイちゃんも言ってたよ。ちょっとかっこよかったかもだね。今更だが、ちょいと照れることを言っちまったように思うな。なんだか恥ずかしいぜ。じゃあこれで切るね。レナもきっと連絡を待ってると思う。申し訳ないけど、よろしく頼むね。おう。リカちゃんの方にもよろしくな。誰もが辛いが、多分、リカちゃんはもっともっと辛いと思う。もしもし、レナか。お前、受話器の前でずっと待ってただろう。うん。なかなか連絡がないし、みーちゃんのところにかけても話中だしで困ってたんだよ。その話中は多分俺と電話をしてたからだろう。ミオンは今はリカちゃんに電話してくれてる。役割分担ってことで、レナには俺から伝えるように言われてる。だから俺が状況を説明するぜ。うん。相談所の人はやっぱり様子見？ああ、残念だがそういうことらしい。すっごい悔しいけど、多分そうだろうと思ってたからね。向こうの言い分はこう？まだ1日しか経っていないから状況がつかめない。今日の欠席も本当に風邪かもしれないし、さとこちゃん自身に特に虐待の痕跡は見つけられなかった。こんなとこかな。お前、俺ん家に盗聴器つけてるだろ。そうだよ、まさにその通りだよ。まったく腐ったれな話だぜ。まだ1日しか経ってないって本当に嫌な言い方だね。虐待が起こってしまったらその時は手遅れだというのに。虐待が本当に起こったら、サトコはきっと誰が見てもわかる外傷を負う。そうなったら
叔父のやつ、里子を保護司に会わせるわけがない。そうなったらそうなったらで、またしても虐待の痕跡は発見できないって言って様子見だ。それってすっごい矛盾だよね。とにかく連中には危機感が足りねえんだよな。このまま里子を放っておいたらどういうことになるかが分かってないんだ。圭一君ってちょっとすごいなって思う。ん？どうしてだ？だって圭一君って転校してきたばかりなんだよ。里子ちゃんと知り合って半年も経ってないはずなのに、これだけ親身になって里子ちゃんのことを考えることができて、そして去年の里子ちゃんがどんな状況だったか見たことがないにもかかわらず、里子ちゃんがどんな辛い思いをしたか想像することができる。圭一君が普通の人だったなら、多分私たちが騒ぐのに対し、きっとこう言ってるよ。まだ一日目だろ？しばらく様子を見てみようぜって。そんなの、ちょっと想像すりゃわかることじゃねえかよ。それに、みんなから去年の里子がどうだったかってことは、少なからず聞いてる。それから考えれば一刻の猶予もないことなんて簡単に想像がつくよ。それはきっとすごいことだと思う。今日、しーちゃんが乱暴なことを言いながら教室から出て行こうとしたとき、圭一君はそれを許さなかったよね。そして圭一君が言った言葉が深かった。なかなか男の子が言えることじゃないよ。それどころか、ごめんね、しーちゃんが言い出すようなことは、圭一君が言い出すんじゃないかと思ってた。俺はそこまで想像できたから、シオンのように口に出して言うには及ばなかっただけさ。もしそこまで想像が及ばなかったら、俺もシオンに同調して殺せ殺せって騒いでいた可能性は高いな。そうなってたらもうどうにもならなかったね。圭一君の想像力が豊かでよかったかな、かな。そうだな。どういうことをしたらどういう結果になるか、よく想像するべきだよな。うん。想像力のない大人になっちゃったら大変だからね。圭一君は
冷静ないい大人になれると思うよ。あれは想像の中だったのかな。なんだかさ、そういうイフの世界が他にもあったんじゃないかって思うんだよ。想像力が本当に豊かな人はあらゆる可能性の世界を垣間見ることができるって言うもんね。だから圭一君が本当に悩んで未来を見据えた結果の想像ならば、それは単なる想像の世界ではなく、確かにあり得た別の可能性の世界の情景なんだと思うよ。その別の世界でも相談所への通報は様子見で終わるんだ。それでその後さとこは一時的に学校に登校するようになるんだが、何日もしないうちに壊れてしまうんだ。俺の想像の世界では、サトコは頭を撫でたら、壊れた。俺の手が、叔父の手に見えたのかもしれない。俺の手を払いのけて、泣きながらカーテンの束を抱いて、ニーニー、ニーニーって叫んでたよ。ニーニーって呼び方、誰に聞いたの？え？サナ。誰かに聞いたんだろうな。サトコがサトシを呼ぶ時の呼び方だろ？それがさ、本当に胸がかきむしられるような泣き方なんだ。俺は慰めてやりたいのに、近寄ることもできない。俺が近寄ろうとすると、叔父の姿に見えるらしくて、余計泣き叫ぶんだ。やっぱり、圭一君はすごいね。それは、とても想像の中のこととは思えない。去年の里子ちゃんは、本当にそうだった。私やみーちゃんなんかは、よく覚えてるから想像がつくことだけど、転校してきてまだそんなに経っていない圭一君がそこまで考えることができるなんて、本当に圭一君はすごいよ。だから圭一君は私たちと危機感がずれていないんだね。じゃあレナも同じなのか？うん、圭一君ほどはっきりとは見えないけれど、このままさとこちゃんを救えずに時間を過ごせば、きっと何日もしないうちに、さとこちゃんは壊れてしまうと思う。圭一君が言うような形で、ニーニーって言いながらカーテンを抱いて、泣き叫ぶと思う。その時、私たちはきっと思い知る。無力であることが罪なのではない。何もしないことが罪なんだって、思い知る。あれ？私の想像の中の話なのにね。本当に悲しくて、涙が出てきた。そうだよね。まだ一日しか経ってないって言われたら言い返せないもんね。風邪なんかでお薬をもらうときと同じ。2、3日様子を見てみましょうってことになるもんね。デナ、俺たちはこの危機感にもっと素直でいいと思う。一刻の猶予もない。きっとサトコを助け出そう。うん。私たちは一人一人では何も思いつけないけれど、みんなで一緒に考えればきっとすごい力を生み出せる。ずっと昔、私が一人で悩んで何か悲しい思いをしたとき、誰かにそう教えてもらった。今こそ、それを実践するときなんだと思う。そうだな。誰だか知らんが、レナにそれを教えた奴は立派な奴だな。
ケイチ君がシーちゃんの前に立ちふさがったとき、ケイチ君は言ったね。俺を信じろ。今は思いつかないが、きっと最善手を思いつくからって、私は信じるからね。ケイチ君は、きっと最善手を思いつく。なんだよ。俺だけに任せるなよ。いいアイデアは、引き続き募集中だぜ。うん、そういう意味じゃないよ。私は何があっても、仲間を信じるよ。絶対信じる。私たちは、きっとさとこちゃんを救えるって、信じてる。だから、絶対に短絡的な手段には訴えない。ああ、そうだな。きっと俺たちはさとこを救い出せる。信じろ。俺も信じる。明日みんなで集まって会議をしよう。実際に通報してくれた千恵先生も何か話を聞いてるかもしれないからな。俺たちは子供だから次の手が思いつかないが、大人ならいい手を知ってるかもしれない。うん、そうだね。もうこれしか手がないなんて浅はかの極みだからね。そうさ、手がないなんて努力しない奴の言い訳だ。手はある、絶対にあるんだ。だから俺たち自身に手がなくてもその手を探すことを決して諦めない。うん、諦めない。ケイチ君と話していると、どんなめちゃくちゃなことになっても絶対に打ち破れるって気がする。ケイチ君にはそういう力強さと頼もしさがあるよ。だからケイチ君と話をしているとどんどん勇気が出てくる。私たちは必ずさとこちゃんを救い出せるんだって元気になってくる。俺はレナから冷静さ、レナは俺から元気か。なるほど、お互いにうまく補完し合っている関係だな。理想的じゃないか。そしてみーちゃんにはその崎家という強い力がありながらも打たれ弱い心がある。でもそこはレナとケイチ君できっと補ってあげられると思う。そうだな、俺たちメンバーは子として最強、揃えば無敵だ。うん、そうだよ。リカちゃんは今、一番打ちのめされていて、戦う気力すらも失ってしまっている。でも、私たちが戦う姿を見ていれば、きっと気力を取り戻してくれると思うよ。そうだな。リカちゃんが戦う気力を取り戻してくれれば、ますますに俺たちは無敵だぜ。とにかく明日だ。校長も交えて、次にどういう手があるのか考えようぜ。いろんな人を巻き込んで、助力を得てみよう。とにかく最善手を探そう。それこそが今の俺たちにできる最善手だ。うん。お風呂が開いたわよ。早く入りなさい。いいよ、母さんが先に入りなよ。
圭一も早く入りなさい。今日の入浴剤は本物の温泉でも使ってる業務用だから気持ちいいぞ。本物の温泉には入浴剤って入ってないと思うけどな。はっはっはっは。風呂上がりの牛乳がうまい。父さんさ、実はちょっと相談があるんだけど。ん？なんだなんだ。今度のお祭りの叩き売りオークションのことか？父さんも応援してるからな。そういえば、実行委員会の会合はいつだったっけ？父さんも呼ばれてたな。ちゃんと予定表に書いておかないとな。あ、その件じゃないんだよ。実は、クラスメートが、ちょっと大変なことになってて。それでさっきの電話は結局様子見になったっていう連絡だったんだ。それで俺たち明日からどうしようかって言って悩んでるんだよ。沖ノ宮の生活相談所に通報したならあとは任せておくのがいいんじゃないの？でもその子は去年にもひどくいじめられていたんだろう。虐待の度合いのことはわからないが、二人で仲良く暮らしていたのを無理やり引き裂くのは、父さんは少し納得できないな。一年間も養育を放棄してて、ひょっこり帰ってくるような人では確かにね。児童相談所が様子見って言ってるから、じゃあ様子見でいいだろうってのは、ものすごく他力本願だと思うんだ。俺たちは里子の仲間だから、里子を救い出すために、もっともっと攻めていきたいんだよ。でもそれがどんな方法なのか思いつかないんだ。圭一、闇討ちなんて考えちゃダメよ。考えてないよ。というかそんなこと考えてたら親に相談なんかしないよ。それもそうね。圭一のことだから完全犯罪ってどんな方法があるって聞いてきそうな気がしたものだから。圭一が正しいぞ。世の中には戦いがたくさんあるが、ルールに従って戦うのが大切だ。ルールを違反する人は誰も助けてくれないし、褒めてもくれない。ちゃんとルールに則って喧嘩をしなくちゃダメだ。喧嘩にルールもへったくれもないと思うけどな。で、どう？何か手があったら教えてほしいんだけど。普通はそういう話になったら児童相談所に通報するんだけど、通報して拉致が開かなくてその先ってのはな。やっぱり法律とかそういうのではもうどうにもならないのかな。里子がひどい傷を負うまで警察も相手にしてくれないのかな。だとしたら訴えていくしかないな。訴える？裁判？違うぞ圭一。児童虐待は児童相談所の管轄と決まっている。そしてその児童相談所の判断に不服なら。裁判で訴える？圭一、裁判は当事者同士の話し合いがつかないとき、その裁定を求める場でしょ？その前の段階を踏まなくちゃ。日常生活の保全と問題解決は、生活相談所の管轄と決まってる。そしてその相談所の判断に不服なら。なら。沖ノ宮の生活相談所に訴えるんだよ、俺たちが。里子と叔父の関係は
そんなのんびりしたものじゃないってことを、誰よりも事情を知る俺たちが説明していかなくちゃならないだろう。そうだよね。相談所の人が私たちと同じくらいに里子ちゃんの置かれている状況を理解しているとは思えないもの。もし状況の認識に誤解があるなら、私たちが説明してその誤解を解かなくちゃ。なるほど、真正面からの正攻法ってわけか。どうでしょうね。お役所って一度決めた決定は容易に覆さないって聞きます。意味ないんじゃないですか。意味がないかどうかは試さなくちゃわからないことだろ。やる前から諦めるなんて負け犬の発想だぞ。できる手は全て試すんだ。昨日校長も教えてくれたぜ。どうせダメだと言って諦めた時、戦う前から俺たちは敗北するんだ。シオンは里子を助け出すつもりで短絡的な手段に訴えるのも辞さないと、メラメラ真っ赤に燃え盛ってる。でもな、本当に熱い炎ってのは青くて静かなんだ。決して諦めるな。俺たちにできる全ての手を尽くすんだ。どうですか先生、俺間違ったことを言ってますか。いいえ、間違ったことは言っていません。よく冷静に考えましたね。ひょっとしたら闇討ちしようなんてとんでもない話を言い出さないか先生ちょっと不安でした。先生も本当は様子見をするべきであると考えていました。でも皆さんの訴えや去年の話をいろいろと思い出すうちに、里子ちゃんの問題が一刻の猶予もないということを理解できました。人は訴えによって考えを変えることがあります。それは沖の宮の相談所とて同じです。訴えれば判断が覆ることもあるかもしれない。どう？しーちゃん、一人で膝を抱えて悩むくらいなら私たちと一緒に戦わない？誰が膝を抱いてるんですか。私泣き寝入りなんてしませんってば。なんだなんだ、シオンの狼狽が激しいな。ひょっとしてビンゴだな。失礼な。いいですよ、レナさんの提案賛成です。行こうじゃないですか。それでもひよったことを言いやがったら鼻の骨をへし折ってやる。鼻の骨はまずいが心意気は上等だぜ。シオンも一晩頭を冷やして少し炎を青くできたようだな。私は里子を救うために本気なだけです。とにかくそうと決まったら躊躇せずに実行しよう。行くべき場所は分かってる。実はね、おじさんも知らなかったんだけど、図書館の1階に児童相談所があったんだよね。受付の時間は夕方5時15分まで。相手が相手だからね、喧嘩腰はダメだよ。あくまでも冷静にね。何よね、私に言ってるんですか。私を誰だと思ってるんですか。相手を口説くのが目的なら嘘泣きだろうとこびまくりだろうと私は何だってやりますよ。しーちゃん、その息だよ。夕方5時なら今から行けば十分間に合うね。でもよ、お役所って時間に厳しいんだろ。時間ぴったりになったら追い出されるんじゃねえのか。入り口は時間ぴったりに閉まるけどね、その時間に中に入れば絶対に追い出されはしない。いい？お役人と交渉するときは決して音を上げないこと。
お役人は意外にタフだけど、民間と違って向こうから話を打ち切れないの。絶対にこれ以上は言っても拉致が開かないなんて思って屈服しちゃダメ。しっかり全ての言い分を言い終わるまで粘るんだよ。みーちゃん、沖ノ宮のお役所のこと詳しいね。私を誰だと思ってんの？市長懇親会メンバーにして市政モニター会員、園崎お涼の代理だよ。お役所の人と話をすることなんてしょっちゅうだって。なあミオン、園崎家の方からいわゆる別のルートを使って働きかけるってことはできないのか？それはバッチャが絡むからね。ばあさんの力を借りるのは無理でしょ。未だ頭の中はダム戦争、一億一心火の玉ですからね。今でも北条家のことを嫌ってるみたいですし。里子の死んだ両親がダムに反対してたって話か。俺はミオンのばあさんには会ったことねえんだが、心の狭い野郎だな。いつまでも終わったことをぐちぐち言ってんじゃねえってんだよ。まったくです。この点ではケイちゃんと一致しましたね。つまり園崎家としては動けないってことなんだね。そういうことだね。ごめんね、年寄りは頭が固いから。リカちゃんは猫可愛がりな連中が多いくせに、サトコはみんな見て見ぬふりだった。今回の件とは別にせよ、なんだかつまらねえ話だな。鉄平は積極的にサトコをいじめやがるからもちろん許さねえが、消極的にサトコをいじめるやつも俺が許さねえからな。その年寄り連中に畳の上で死にたかったら前原圭一をあまり怒らせるなって伝えとけ。うん、了解。じゃあ行きませんか？時間がもったいないです。よっしゃ、善は急ごうぜ。行こうぜみんな。リカちゃんはどうする？一緒に行こう。どうせ何をやっても無駄よ。ほら、そのどうせがいけない。無駄かどうかは試さなくちゃわからないもの。あまたの世界で何度もあなたたちは右往左往した。それでどうにもならなかったのに、どうして今回はどうにかなると思えるの？リカちゃんは無駄だってことをもう試してきたの？なら試そうよ。リカちゃんにとってサトコちゃんは大切じゃないの？なら試そうよ。戦おう。今ほどサトコちゃんがリカちゃんの力を求めている時はないと思うよ。どうせ終わる世界の座標ね。どうしたの？早く行こうよ。リカちゃまが乗り気じゃないみたいです。本当に友達がいのない人ですね。普段あれだけ一緒にいる親友なのに、サトコのピンチに腰を上げることすらできないんですか？あんたにサトコのことで説教される日が来るとはね。サトコをあれだけ目の敵にしてたあんたがね。ん？あんた、おつむは大丈夫です？なんで私がサトコを目の敵にしなきゃなんないんですか？こっちの話よ。いいわ、付き合う。どうせ家に帰ったってふて寝するだけだもの。
なんか気に入りませんね。つうか、私のことバカにしてます？やめなよ、しーちゃん。そしてリカちゃんもやめて。今はさとこちゃんを救うためにみんなで力を合わせよう。みんなの力が合わさればきっと奇跡が起こせる。それには全員の力がいる。一人の力が欠けてもダメだから、リカちゃん、あなたも力を貸して。みんなの力を合わせれば奇跡が起きる。うん、奇跡ってのはね、それだけのことで起こせるんだよ。それでも起きなかったら、本当にみんなの力を得ていない時だけ。みんなが本当に力を合わせたら起きない奇跡などない。そうですね、リュウグウさんの言う通りです。人は助け合うことで何倍にも強くなれます。一人でも多くの力が合わされば必ずどんな困難も乗り越えられます。そうだね、かつて雛見沢もダム湖の底に沈むという運命が決まっていた。でもそれを2000人の人々が結束して決まっていた運命を打ち破った。運命打ち破る。私たち雛見沢の人間はこれほど身近に奇跡をしているはずなんだよ。みんなで力を合わせれば絶対に打ち勝てる。そこまで言われたら行くしかないと思いませんか、リカちゃま。これで奇跡が起こらなかったら、リカちゃまが欠けてみんなが揃わなかったから奇跡が起こらなかったことになります。昨日レナも言ったぜ、一人で悩んだってろくなことは思いつかない。全員で力を合わせるんだ、相談し合うんだ。運命に屈するな。そもそも運命なんてな、金魚すくいの網より薄くて簡単に破れるもんだってことを覚えておけよ。面白いわね。行くわ。よし、よく言ったぜ、リカちゃん。リカ、いいのですか？どうせかけるコインは一枚も残ってない。これ以上、何を負けたって失うものなんかないわ。どうせ終わった世界だもの。でもそれは前の世界もそうだった。レナが学校を占拠した時、もうどうしようもないと思った。あれほどの末期的な局面からすら、圭一は全てをひっくり返してみせた。その圭一が運命なんか金魚すくいの網だって言うのよ。この世界をもう諦めてるからこそ、なんだか面白そうに感じてきたわ。どうせまた期待を裏切られます。そして辛そうになるリカを見て
奥も辛い気持ちになるのです。大丈夫よ、もう落ち込まないわ。流せる涙は流し尽くしたもの。どうせ圭一たちがどうあがいたって聡子は救えないって諦めてる。だからこそよ、児童相談所に乗り込もうなんて展開は初めてだしね。圭一に起こせる奇跡なんて何もないのですよ。期待なんかしてないわよ。でも面白そうだと思うのよ。運命をあっさり破ると豪語した圭一がどうあがくのかがね。リカ、どうか自分の心をこれ以上追い詰めないように気をつけてなのです。余計なお世話よ、消えなさい。すべての手を尽くしてダメならば、それはそれで諦めがついて気分がいいかもしれないものね。諦める必要なんかねえぞ。絶対に聡子は救い出せるんだからな。リカちゃんはちゃんと聡子の布団を干しておけよ。聡子が近いうちに戻ってくるんだからな。その時ふかふかの布団が敷けなかったらかわいそうだぞ。気に入ったわ、圭一。行きましょう。あんたなら地獄の閻魔の裁定だって金魚すくいの網と同じにしてしまうわね。ああ、今の俺を地獄の閻魔だって食い止められると思うなよ。絶対に覆してやる。じゃあ先生、私たちはちょっくら行ってきます。先生も来ますか？私は教育委員会の方へ訴えます。児童相談所も教育委員会も同じ役所ですからね。役所は案外内側から攻めるのが効果的なこともあります。一応先生も地方公務員ですからね。確かにそうですね。役所の人は外部には冷たくても内部にはそうとは限らないこともあります。じゃあ先生には先生の角度からの攻撃をお願いして、私たちは行こうじゃない、真正面からの攻撃を。よし、行こうみんな。おう！
と意気込んできたのはいいものの、待たされるな。あそこで暇そうにしてる人たちが話を聞いてくれてもいいと思いません？あそこにいるのは一般事務員だよ。私たちはちゃんと話すべき相手と話さなきゃならないんだからさ。待たされるということは、世の中にはこういう相談事が多いのかな？どうなんだろうね。考えてみれば、ここの職員が暇そうでちょうどいい気がしてくるよ。虐待の相談が繁盛しているようでは、世も末なのです。あの、今呼ばれた前原ですけど。前原さん、本日は5人でいらっしゃってますが、どういうご相談でしょうか？昨日、木南沢分校の千恵先生から通報があった、北条里子の保護についての件です。それで、ちょっとお話ししたいことがありまして。前原さんと皆さんは、北条里子さんのお友達ですか？はい。クラスメートです。お話の内容ですが、概要をお聞かせいただいてもよろしいですか？実は北条里子の件なんですけど、虐待はなくて様子見みたいな話になったと聞きました。それで里子の状況についてもう少し詳しく説明がしたいと思いまして今日来たわけなんですが。わかりました。もうしばらくお待ちください。何を聞かれたの？今日は何のご用事ですかって聞かれたぜ。もうちょい待たされるのかな。こういう無意味な待ち時間ってイラつきます。ミーはさっきからポスターとかチラシばかり読んでいますが、楽しいですか？生活上の問題を見たり聞いたりしたらご通報くださいなんてのがいっぱいあるよ。だから、私たちみたいなのが来ても、決してお門違いってわけじゃなさそうだね。虐待の芽を摘む、地域みんなの芽、だって。これって川柳なのかな、かな。言われてみれば、そういう啓発ポスターがいっぱい貼ってあるな。さすが児童相談所だぜ。内側に貼っても、あまり意味がないと思いますです。前原様、大変お待たせしました。2番の相談室へお入りください。お、呼ばれたぜ。行こう行こう。へえ、銀行みたいにカウンター越しに普通に話すのかと思ってたぜ。個室になってるのか。多分、プライバシー保護のためだね。相談する内容はほとんどの場合、あまり人に聞かれたくない内容だと思うから。そういう家庭内のトラブルを囲んで見えなくしてしまう土壌が、きっと児童虐待を助長してしまうんだろうね。家庭問題は、見て見ぬふりをするのが美徳っぽいとこって確かにありますね。失礼します。
申し訳ございませんね。普通はご両親が二人でお見えになることが多いので。それで今日はどういったご相談でしょうか。俺が代表で喋っていいのか。俺たちは木南沢文庫に通ってるもので、北条里子の友人です。昨日学校から通報があって、相談所の人が里子のところへ行ったと思います。ただそこで、緊急性がないと判断されて、様子見になったと聞き、相談所の方が事態をよく把握されてないんじゃないかと思って、その辺の説明に参りました。説明と申しますと、どんな説明でしょうか。お聞かせいただけますか。ですね、確かに里子は、叔父に連れ去られてから、まだ2日しか経ってませんが、ひどい乱暴をされるのは時間の問題なんです。実際、去年の時にも、叔父は里子をひどくいじめていたんです。そういういじめが行われるのは時間の問題だと思います。だから、そうなる前に、里子を叔父の元から救い出してほしいんです。でも、聞くところによれば、相談所は様子見ってことになったそうじゃないですか。様子見なんて、里子を見殺しにするつもりですか？里子が虐待を受けていないから助けなくていいなんてよく言えますね。虐待を受けたら、その傷は誰が責任を取ってくれるんです？まず誤解を解いておきたいと思いますけど、北条さんの件は現在対応中です。見殺しとか放置とかそういうわけではないんですよ。でも昨日の時点では何もせずに帰られてますよね。昨夜は相談所の者が直接お伺いし、ご事情を伺わせていただきました。それ以上のことはプライバシーがありますのでお話しできませんが、決して見殺しなんてことはありません。北条さん親子が健全な生活を送れるよう引き続き指導していくつもりです。何言ってんです。誰が親子ですか。おじとめいです。本当に事態を把握してんですか。あ、失礼しました。おじとめいですね。訂正します。とにかく親権者と児童が健全な関係を結べるよう指導中です。いや、その里子は普通に生活してきたんですよ。叔父なんかの助けもなく。第一、叔父はそれまで1年間どっかへ蒸発していて、いきなり帰ってきて里子をさらったんですよ。それって誘拐じゃないんですか。誘拐というのは言い過ぎですね。子は親権者の定めるところに住まなければならないと定められています。民法の第821条で、親権者はこの1年間も里子をほったらかしてたんですよ。なんであんな奴が親権者なんて言えるんですか。そりゃシオン、里子の両親が2年目のたたりで死んだとき、ちゃんとそういうことになってるんだよ。そうなのか。あんなやつでも親権者なんて名乗れるのか。うん、民法の何条だかは知らないけど、未成年者は親権に服さないといけないと決められてる。つまり子である限り誰にでも親権者はいるんだよ。いや、いないといけないんだよ。それは民法の第818条ですね。それってのは、つまり里子の両親が亡くなった時に自動的にお嬢婆の夫婦にスライドするもんなのか。うん、基本的には近い親族に決まる。里子にはおじ夫婦しか親類がいないようだったからね。もちろん里子たちが望めば他の人が親権者になることもあったかもしれないけど、ダム戦争の直後の雛見沢で憎き北条家の子供ですから、引き取り手なんて現れるわけないじゃないですか。
引き手あまたで、あっさり君吉のおじいちゃんが後見人になってくれたリカちゃまとは事情が違うんです。大きい声じゃ言えないけど、おじ夫婦より里子の一家の方が財産は持ってたと思う。親権者になればこの財産管理権ができるからね。だからおじ夫婦はあの後シャーシャーと里子の家へ引っ越してきて乗っ取っちゃったわけよ。あいつらの本当の家知ってる？めちゃくちゃ小さくて狭いんだよ。なんだか嫌な話だね。でも親権者が1年間も里子ちゃんを放置してたんでしょ？それって親権者って言えるの？どうなんですか？そうですね、民法の4編4章に親権の喪失についての定めというのがあります。つまり親の資格というのは取り消せるものなんだね。待て待て、裁判所がどうとか書いてあるぞ。何何？家庭裁判所はこの親族または検察官の請求によってその親権の喪失を宣告することができる。何ですかこれ。あんな奴の親権を奪うのにのんびりと家庭裁判所の判断を待たなきゃならないんですか？そんな悠長な。あ、いえいえ、本当にそのようなことがあった場合には児童の安全のため緊急の一時保護をすることもあります。もちろんその場合も家裁の許可が必要ですが。その834条の親権喪失に北条鉄平は該当しないんですか？親権者である北条鉄平は1年間育児放棄をしていた事実、それを相談所ではどうお考えですか？それはプライバシーがありますのでお答えできませんが、もちろんその点についても相談所の方で説明を求めています。で、その説明に納得したんで様子見ってことになったわけですか？ですから先ほども申しましたように現在対応中です。児童の身柄ももちろん第一に考えますし、児童が健全な家族環境の中で暮らしていけるよう慎重に対応するつもりです。だいたい去年だっておじおば揃っていじめてたんですよ。そんなおじのところに預けてても大丈夫なんですか？その時のことが記録に残ってるはずですよね。過去の件についてはプライバシーでお答えできませんが、もちろん総合的に判断した上で対応しております。昨日も登校してこないし今日も登校してきませんでした。確かに学校には風邪だと連絡があったそうですが、おじに連れて行かれてから一度も学校に来てないなんておかしくありませんか？そうですね、ただ風邪で2日休むこともないとは言えません。もう少し様子を見てもいいんではないかと思います。とにかく里子がおじのところにいたいわけがないんですよ。おじに無理やり監禁されているんです。もちろん当方の職員が直接児童に聞き取りも行い、その上で判断しております。結局あれですか、里子の過去の嘘通報が未だ尾を引いてるってわけですか？過去の件はプライバシーでお答えできません。児童のために総合的に判断しています。里子のやつ、兄の里地に変に義理立てして虐待されててもされてないって言うと思うんですよ。だから里子が虐待はないって言っても鵜呑みにしないでください。打ちのめされた人間には助けを求める気力もないってこと、わかりますよね？あ、もう！しのごの言わずに里子を早く助け出してください！里子に何かあったら絶対許さないですから！私が真摯の対応しているうちに何とかしないと大変なことになるよ！
よしなよしよん。心証悪くするだけだよ。相談所の人が言った時、おじがどういう態度をしたのかわかりませんが、とにかくあいつは乱暴なやつなんです。騙されないでください。今日はそれを伝えたくて来たんです。だからどうか一刻も早く里子ちゃんを助け出す判断を下すよう保護司の人に伝えてください。よろしくお願いいたします。保護司さんではなく福祉司さんですね。お話は分かりました。里子さんのお友達3、4、5人からその旨の訴えがあったことを児童福祉司に伝えます。引き続き慎重に対応してまいりますので、今後も何かございましたらお知らせいただければと思います。どうか今後とも児童福祉にご協力いただければ幸いです。本日は貴重なお話をお聞かせくださり誠にありがとうございました。なんだかこう、うまくあしらわれた感じがしてならないです。かといって邪険にされたわけじゃないし、あの人は多分相談窓口の人で、里子ちゃんの件を直接担当してる人じゃないんだよ。だからああいう言い方になっちゃうんだよ。ミオンは、さっきのやりとりはどう見た？なんだか大木を相手に相撲を取ったような感じだね。押しても来ない、引いても来ない。あれじゃ、壁に向かって独り言を言ったのと変わらないじゃないですか。そんなことないよ。ちゃんと今日の話を伝えてくれるって言ってた。あの人は直接里子ちゃんのことを知らないから、私たちから見たら冷たい言い方になっちゃうんだよ。レナ的には今日の手応えはあったと思うか？無駄だったとは思わないよ。でも本当の担当者の人には私たちの熱意は伝わらないだろうね。北条里子の友人5人が保護を求めて本日夕方陳情ありって程度には伝えてくれると思う。保護士じゃなくて福祉司でしたっけ？その人に直接訴えることはできないんですか？さあね、トラブルの多い職業らしいからね、直接の接触って難しいんじゃないの？紳士の対応をしてるうちに何とかしないと大変なことになるなんて、脅迫しに来る人がいるくらいなんだからさ。そういう相手に熱意を伝えるのって難しいね。熱意を感情的と履き違えれば履き違えるほど向こうは冷めた対応をするんだろうから。ミオは天下の園崎家次期当主として、役所の人とはだいぶ話してて話術にも長けてるんだろ。俺なんかよりももっとうまく話せないのかよ。お姉の話術じゃないです。お姉が園崎家のミオンだから相手が平伏してくれるだけです。今日の対応見ましたよね。お姉が園崎だと名乗ったら、あんな狭い部屋じゃなくて、きっと応接室で所長が対応してくれてますよ。ね。やはり園崎家は今でも北条家が嫌いなのですか？嫌いだって公言してる人はいないよ。でも
根深いみたいだね。というか、ばあさんが北条嫌いの筆頭ですし、頭の中、いつまでダム戦争やってるってんですか。四種同盟が解散して何年経ってるんです。しーちゃんやめなよ。さとこちゃんはさとこちゃんだよ。私たちの大切な仲間。名字が何かなんて関係ないよ。次は、どうしような。圭一。リカちゃんか。すまん。あれだけでかい口を叩いて、打つ手なしだ。信じない。昨日、圭一がシオンに言った。今は思いつかないけど、きっと最前提を思いつくから、俺を信じろって言った。だから私は、信じた。だから、圭一の口から、打つ手がないなんて、悲しい言葉が漏れるなんて、信じない。圭一が言った。運命なんて、金魚すくいの網より薄く破ってやるって言った。私はそれを信じる。今でも信じてる。だって、あなたは運命なんか、やすやす打ち破ってくれる人なんだもの。だから、助けて。この運命から、さとこ、助けて。
ありがとうな。リカちゃんが火打ち石を叩いてくれた。そして俺という火が燃え上がってきたぜ。ケイチ。この俺が、あの程度で凹むなんて情けないぜ。リカちゃんの言葉で目が覚めた。自分を信じろって言葉が、どれだけ重いかってことを教えてもらったぜ。おい、ミオ！いつまでしょぼくれてやがる？ここは怒り狂うところだぜ、おい！さっきの対応は客観的に見てまずは空振りだな。多分レナの言うようにクラスメートが5人来て陳情って程度のメモ書きで終わっちまうんだろう。だからああいう対応をしちまったら俺たちの怒りに火がついちまうぜ。確かに木で鼻をくくったような感じだったけど、俺たちは佐渡子の緊急の危機を訴えてんだぞ。あの対応はねえだろ。ここは戦うとこだぞ。こんな公園で仲良くしょぼくれてる場合じゃねえ。でも圭一くん、次に私たちは何をしたらいいんだろう。へへへ、お前らまさかもうこの程度で晩酌が尽きたとか思ってんじゃねえだろうな。お前らこれが部活なら全員ピリだぜ。へへへ、連打あるのみって、また明日も陳情に行こうってわけですか？近いけど、ちょいと雨な。何を考えてるんだか知らないけど。なんだかおじさんも面白そうな気がしてきたよ。これで泣き寝入りなんてわがぶらしくもない。この程度の逆風跳ね返してみせなきゃね。そうだね、圭一くんの言う通りだよ。いじけてた自分が恥ずかしい。戦おう。でも圭ちゃん、具体的にはどうしようってわけさ。みんなもちょいと思い出してみな。あの相談員は俺たちに宣戦布告をしてくれやがったわけだが、ご丁寧にも次の手も教えてくれてたわけさ。多分意識しなかったんだろうけどな。墓穴を掘ってくれたもんだぜ。しかもそいつはどうやら俺の最も得意とする戦術になりそうだぜ。